カモジャマスです。インターンの笹です。東です。上です。今日はね、茨城県のメンバーに来てみました。ありがとうございます。ありがとうございます。長瀬健康さんからカラーボール6色いただきました。ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございます。ということで今回はね、この間ね、あのカラーボールを使ってあのボールのストロークの内訳の練習をやったんですけど、今回は前衛向けにボレーの内訳をね、やっていきたいと思います。できるかな。いけんじゃないですか。自分は光栄だからね。佐藤くんやらないからね。すごい一言だけど。まあ多分ね、あのできると思います。実際にボールが飛んでくるまでにね、時間もあるし、そのボールを落とすのか弾くのかっていうのはね、試合の中でも考えて常にやらなきゃいけないので、まあ、今回は、ね、さっきと同じで赤、黄、白のボールを弾く、でその次、青、緑、黒のボールを下に落とすっていう、ね、練習をやっていきたいと思います。それでは全員のボレー練習やっていきます。レッツゴー。レッツゴー。はい、それでは、ね、全員練習やっていきます。実際に、ね、ボレーを、ね、弾くか落とすかってこの2パターンを、ね、やっていきたいと思うんですけど、今東君が持ってくれてるこの赤、黄、白のボールを弾く、まあ、できるだけベースラインの方に向かって弾く、でこの黒、青、緑のこの3色をできるだけ下にポコッと落とすっていうね、この差をね、大きくつけていきたいと思います。それでやっていきます。そもそも。はい。はい。はい。俺とす。今の弾いてる。弾いてるか。はい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 。難しいこれ。いやー、そもそも落とすボールが難しいわ。やっぱ結局だからボールが来る前に判断しなきゃいけないから難しいです。タコくん弾く。落とす。うめえ。落とす。うめえ。落とす。あ、弾く。一瞬で判断して落とすのと弾くのは難しいです。はい。同じこと言ってるね。弾けないし。ありがとうございました。ありがとうございました。これ頭使うね。いや、これ集中しますね。これなんかすぐ簡単にできるんじゃないかと思ったけど、実際やってみると。最初はね、こうできるんだけど、球がこう何回も打ってみると、だんだん、あれ打っちゃったっけってなるよね。なりますね。どうですか、やってみて。なりましたね。わかんなくなっちゃう。わかんなくなるよね。一つ弾くって最初言ってたのに、だんだんなんか、おいおいおいって、どっちやねんみたいなね、ことになったから。まあ、特に前衛の子は本当試合になったら、弾くボール、落とすボール、試合の中で自分で判断して決めないといけないので、結果的に弾けた、結果的に落としたっていうこともあり得るとは思うんですけど、それがね、相手の前衛とか後衛の、ね、位置によって弾くのか落とすのかっていう決めなきゃいけない場面が出てくるので、ぜひね、この練習やって瞬時に判断できる能力をね、身につけてほしいなと思います。
これ実際やっぱ集中してないと、ずっと集中し続けてないとできないんで、うん、なんかやっぱ子供に教える時とかは、うんうん、割と自然と集中するから、俺はちょっとぜひやってみたいなってちょっと思いました、ね、ぜひやってみてください、はい。僕たちエースマネジメントがやっているエースオンラインスクールでは、日々の動画での指導や、指導者がいない子供たちに向けてオンラインスクールをやっているので、ぜひ興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。